はい、どうもこんにちは、ガノです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はまあ、ガチャを引くわけなんですけども、これダメだっていや俺ね、ソラちゃんね好きだからさ、これね、俺もうね、ロリクモちゃんのその前回のガチャのロリクモちゃんをもうサクッとね、まあ引いてね、それでもう今年はあとなんか大晦日に多分ガチャが来ると思うんですよ。 SSR がその確定のもう1回限りのガチャが来ると思うんですよ。でそれを引いて、まあ今年はもう終わりかなっていうふうに思ってたんですけど、まさかのここでソラちゃんを出してくるという、いやちょっとね、もうね、あれ引きたくないんですよ、引きたくないんですけど、ちょっとね、まあもう10連のみちょっとね引かせていただきます。はい、まあもうそれ以上引きません。もうこれもう正月とかもまあいろいろあると思うもんで、でピックアップの方ね一応見たんですけども、だいぶ癖ありますよねこのソラちゃん。まずコントロールが3000もいってねっていう。で才能の方を見てみると、まあコントロールが上昇とか、まあ球速が大幅上昇だとか、まあそんな感じ、粘り強さが上昇とか、まあそういういろいろあるんですけど、固有スキルの方がねすごいんですよね癖がすごいな。自身の球速が超絶に上昇し、スタミナが究極に上昇するが、コントロールが大幅に減少するということで、はい、まあ上がるけど、上がるものは上がるけど、まあコントロールがその代わりさらに、でただでさえコントロール低いのにもっと落ちるわけでしょ。これはちょっとね、なかなかすごいですねでね、球速がやっぱ速球派の投手ではあるんで、球速がものすごいと思いますよ。はい、ただね、なんかすごいですね、ほんと。コントロールがね、もう下がっちゃうんで、やっぱね、これ、千代ちゃんと組ませるのが必須なんじゃないかなって思えてくるんですよ。はい、球速はものすごいですね。既存のソラちゃんが130キロに対し、まあ132キロなんで、まあこれで信頼度ランクとかの上がり具合によっては、さらに上がる。っているとは思うんですけど、まあ、球速はものすごいと思うんですけど、コントロールがちょっとねって感じですよね。でだいぶ癖あるんで、まあ、そんなにまあ追う必要もないんじゃないのかなという感じはしますね。はい、多分ねこっちの方が使えると思う、普通に考えて。うん、まあ、こっちもコントロール低いんですけど、こっちはねさらに低いん でしかもこういうスキルでスタミナじゃない、コントロール落としちゃうんで、でかなりねちょっとと癖が強いなっていう風に思いましたね、このソラちゃん。はい、でもまあ引いていくわけなんですけど、まあまあまあ追うことはしないっすね。もう10連のみで行かせていただきます。ではじゃあ10連ね引いていきましょう。はい、スカウト。まあね、出なくてもしょうがねえなっていう感じですね。なんかもう演出も熱くないし微妙っすね。うん、夕方って感じですね。はい、まあ、シルエットが来ないことにはね何にもなんないですよね。はいはい、で千葉さんと、まあこれ出なさそうですね。はい、2で3。はい、もうねシルエットでねまず来ないことには何にもなんないですからそうで4と竹富ちゃんって感じで、はい、で5、長谷ちゃんかな。はい、ハセちゃん、タユタユ、タユタユかな、うん、タユタユですね。はい、6、はい、7、中野ちゃんという感じで、8、つくもパイセン、はい、9、またタユタユですねで、まあ来ないでしょう。はい、しのくもちゃん、SR よく出てくるな、これよく出るな。まあ、OKOKOK まあ、しのくもちゃんを拝めたんで、よしとしましょう。はい、ということでね、まあ、爆死ですね。まあ、そんなもんですよ。はい、まあね、そらちゃんね、まあ、欲しい人とか持ってない方には、まあ、引いてもいいガチャなんじゃないかなっていう感じはするんですけど、既存のその、そらちゃんを持ってるようであれば、別にそんな無理して狙いに行く必要はないのかなという感じの性能ではありましたよね。はい、しかも風属性なんで、神宮寺さんを持ってる人からすればもうなおさらって感じですよね。
はい、まあね、こんな感じでね、今日はもう急遽ガチャを引いたわけなんですけども、まあ安定の、まあ、出ずということで、まあ、前回が良すぎたんで、まあ仕方ないっちゃ仕方ないですね。はい、ということでね、あの急遽ではありますが、吾妻空ちゃん、新シーンの、スカウト引いてみたでした。バイバイ。